タイトルどうしたんですか？もうタイトルのまんまですね。あの100万円請求が来ました。返還請求が。それに対して僕は不当を訴えてます、はい、うん、おかしいと思ってるんで。はい、ワード2、サトシさんいらっしゃい。ガンガンリツイートお願いします。おー、ミホさんギリチョコありがとうございます。ミホちゃんいつもありがとう。サトシさんワード2、生活保護打ち切りじゃないよ。俺が抜けたいって言ってるんで、抜けたことに関しては全く僕から望んだことなんで、打ち切りに対して抗議はないです。はい。裁判費用どうするかだよね。100万円何のですか？100万円に関しては、30万円に関しては文句を言ってないんですよ。約30万円に関しては。12月、1月、2月分で多く払った分を返還してくださいって言われて、はい、わかりましたって言って。で、もう3万円のギャラでもらった分も返還してください。はい、わかりましたって。あ、リツイートありがとう。ちなみにね、ツイッターリツイート何回でもできるようになったんで、リツイートバンバンしてもらえると嬉しいです。1回やった人も2回目をやってもらえると嬉しいです。でですね、こっからが問題なんですけど、残りの60万に関して、一部の金額に関して、売上ベースで返還しろって言われてるんですよ。お店をやってたんですけど。僕は利益ベースでしか返還したくないっていうところで揉めてます。簡単に言うとそこですね。少額裁判しようよ。でも憲法論争まで持ってきたいんだよね。だからどうしようか迷ってます。どうしようか迷ってます。ちょっとね、いい方法があったらね、納得全然いってないんで、もうこれをね、日本中に知らしめたいと思ってますね。新しいフォロワーさん、りょうまさんフォローありがとう。約70万に対してコスパは悪すぎないですか？踏み倒せるんだし。もうね、金銭的に納得いかないんじゃなくて、不条理に対して納得いかないんで、面白いんでガッチガチに喧嘩してやろうと思って、メディアとか巻き込んで、ほんと前例がないぐらいの裁判やってやろうと思ってます。で、リスナーさんにずっと2、3時間詳しく話したんですけど、これ多分最高裁まで行くぞって言われてます。まゆさんこんにちは。めちゃめちゃ面白いことになるだろうねっていう。生ポ裁判です。生ポ裁判。キラさん、ツイッターフォローありがとう。あれ消えちゃった？なんか最近コメント欄消えるよね。キララさんコメント消したん今。今ツイッターフォローしましたって打ったよね。なんでコメント消えるんだろう。あ、ツイッター。あ、出た出た。役所はひどいよ。まあしょうがないかなと思ってて。どんなリスナーさんの意見？4時間枠開いたので、それをね、見てもらえるとコメント欄、ログが残ってますんで、見てみてください。売上ベースと収益ベース、ところもう一度説明してください。ですね。じゃあ、説明します。はい。まずですね、内訳はこうなってます。そう、バー時代のやつです。3年前のやつです。まず、96万円を、トータル、約100万円って書いてますけど、ちょっと待ってね、ピンボケすごいね。ちょっと待ってね。969,827円返還命令が来てます。返還請求か。で、このうちのこの金額は納得してます。277,000円。12月分の保護費。1月分、2月分。要は1月1日付で生活保護廃止になったんで多くもらってるんですよ。これは僕返しますって言ってます。で、金梅さんの企画で、ヒカルくんとか金梅さんとかミキティとかさ、ヤッチョとかさ、サトミさんとかで、俺司会やったの覚えてる？あの時3万円ギャラもらったんですよ。それも返還です。この2万8000円っていうのは、端数ですね。これはそういうことです。で、納得いってないのは、残りの60万ぐらいなんですよ。それ、昔バー配信やってたんですけど、ね、バー配信やってて、お客様がおごれるっていうシステムを組んでたんです。配信者のバーを作ってて、配信者がバーに遊びに来れると。で、生放送ができるバーっていうのをやってたんですけど、その時にリスナーさんが好きな配信者にお酒をおごる仕組みっていうのを作ったんですよ。配信者の人ってお金ない人多いでしょ？だから、リスナーさんが1000円を俺に振り込むと、お客様っていうのが1000円飲めるっていう仕組み。要は簡単に言うと、おごりをできる仕組みっていうのを作ったんですよ。で、例えばなんだけど、100万円振り込まれました。ね。そしたらさ、その中から俺は家賃払ったりとか、お酒代とか払ったりとかしてるわけだよ。言ってる意味わかる？家賃とか、
お酒の仕入れとか人件費とか全部払ってるわけ。だから、100万円のうち、コストが80万。要は、仕入れとかにかかったら、20万が利益でしょ。で、この20万だったら払うって言ってんの、俺は。だけど、新宿区役所は何て言ってきたかというと、この100万円を返還しなさいって言ってきたの。これ、どうして俺が納得できないって言ってるかっていうと、もしね、100万円をそのままもらって、俺勝手にお店で遊んでて、家賃、生活保護なのに10万円で勝手にその100万円で家賃借りて、来たお客さんに対して俺がおごってたことになるのよ。全く意味がわかんないじゃん。意味わかる？それってビジネスじゃないじゃん。だから俺は利益に対して返還しますよって言ってんだけど、売上に対して返還してこいって言われてんの。そう。経費の分までじゃなくて、売上のみ。要は、振り込まれた金額は全部返還しろって言われたの。で、おかしいでしょって言ったの、俺は。家賃とかも経費に組み込まれてる。そうじゃなくて、俺のやってた店っていうのは、お客さんに配信者が来るんですよ。で、生放送を垂れ流してたの。で、俺の放送を見てるリスナーさんが、ここに3番テーブルに座ってる人に1000円差し入れしてって言ったら、1000円差し入れできる。要は、リスナーさんが振り込んだら、代わりに商品出すっていう仕組みを作ってたの。言ってる意味わかる？わかる？これ。だから、これは売り上げじゃん。俺に入ってくる収入じゃないじゃん。で、ここにはコストがかかってんの。お酒の仕入れ代とか家賃とか含まれてるわけよ。だから、それを引いた、要は100万円リスナーさんからもらって、ね、トータル100万でいいね。1杯1000円とかだから。トータル100万円売り上げ上げて、80万円コストがかかりました。その差っ引いたのが20万だったら20万を返すっていうならわかるじゃん。純利益を返すっていうなら。これは俺返すって言ってんのよ。純利益は。だけど、100万円を返せって言われてんの。これ100万円返すってどういうことかっていうとさ、100万円もらって、なんだかわかんないけど振り込まれて、俺が家賃払って店を勝手に作って、来たお客さん全員におごってたっていう、そんな店世の中に存在する？帳簿も全部公開してます、僕。原価がかかってないと思われてる。ありえないですよ。話を聞いてて思ったのですが、リスナーからの振り込みでお店に来た人にサービスを振る舞うというビジネスモデルが事業行為に該当するかどうかは、リスナーからの踏み込みの意思が和道に対してではなく、お店が来た人に対してのものだったということを証明する必要がある。ちょっと待って。該当するか、リスナーからの振り込みの意思が和道に対してはお店から来た人に対してするものだったということを証明する必要があると、証明できないと思っているが裁判です。いや、そこじゃないんです。ドラちゃん違うの。なんでかっていうと、もうそれは証明できる。なんでかっていうと、放送に録画残ってたから。でしょ？区役所も監視してるし、その仕組みじゃないと誰かが振り込む。俺の口座に誰かがバンバン振り込む。おかしいじゃん。おかしいでしょ。だから、そんなことってまずありえないんだよ。原価提出してます。はい、してます。原価の認定むずいよ。仕入れ代のレシートが、だからこれを提出してんだよ。ここにあるんだよ、全部。売上伝票とか、その時の記録全部残って全部提出するって言ってんだよ。これを見た上で言ってんだよ。頭おかしいじゃん。そうそう、動画でいっぱいあります、いっぱいあります、姉ちゃん。だからこれはおかしいっつって、俺はだったら戦おうって言ってんの。だからね、要はね、前例がないことやりすぎたんだよ、生ポなのに。生ポなのにクリエイティブすぎたんだよ、俺。わ かる？そうじゃん。役所の人とかわかんないじゃん。 そう。で、なんでかっていうと、それ役所も悪くないよっていうのはどういうことかっていうと、前例がなかったから3年間協議したんだけど、法的な根拠として生活保護法に何て書いてあるかっていうと、個人口座に振り込みがあった場合は、それは収入はみなすっていうふう規定が一文入ってんの。個人口座に振り込みがあった場合は、それは所得としてみなしなさいっていう一文が書いてあるの。だから俺は、経営者として経理の面から言ってるんだけど、それは分かってるんだけど、要は役所っていうのは法律でしか動けないのよ。だから最終的な判断っていうのは法律に書いてある通りに判決を下したの。要は我々ともう和藤さんの言ってることも100%理解してるし、仕組みも分かってると。ただ役所人には法律にそう書いてあるから、そうとしか動けないっていう判断を下したって最終決定が下ったの。そう。だから俺は向こうをディスってるわけじゃなくて、本当に法律でやり合いましょうっていうこと。こんなにもスタイリッシュな生ポ見たことなかったら、そうだろうね。生活保護を受けてるなら負けても賠償金払えませんよね。いや、生活保護はもう抜けてます、僕は。さっきから言ってる通り、1月1日に抜けてます。まあ、要するに振り込みが純利益にならないんだな。振り込みは純利益にならなくない？だって、もしなるとしたら、
もし区役所の言い分を鵜呑みにするとなんで飲めないかっていうと、生活保護を受けてる俺がリスナーさんっていう人から、会ったこともない人から100万円もらいました。で、俺は新宿区の一等地に家賃を払って、店というか、なんか自分のプライベートスペースを設けて、来た人にお酒をおごってたんだよ。そんなのさ、生活保護で不正受給になるでしょ？だから俺は認めたくないっつってんの、この件。絶対に認めらんないって。それこそ不正受給じゃん。そんなの区役所が、そっちが正しいって言ってきたんだよ。そう考えるとおかしいでしょ？まず生活保護もらってないって不発に浸透するの長そうですね。ああ、まあいいんじゃん、そこは。もらってないって言えばいいんだから。うん。振り込め申告してます、してます。してるから全額出してきてんの、細かく。うん。してる、してる。そういうね、基礎的な部分は全部クリアしてる。うん。浸透してないよね。うん。まあ、しょうがないよね、それはね。お役所仕事ってことですよ、要は。官僚とかさ、こういうのはさ、書面がないと動けないってよく聞くじゃん。こういうことなんだなっていうのが身に染みて分かったよ。うん。行政とか官僚とか役人っていうのは、書面と法律と、ハンコがないと動けないっていうのがよく分かった。申告もしてるのに証明できるものあるのに向こうが強気なのが意味不明。強気なんじゃないの。もう向こうも矛盾してるの分かってるの。生活保護法が。だけどそう書いてあるから我々にはこうするしかないっていうことで法律にのっとって動いたの。だから法律と憲法に不備があるの。だから面白いって言ってんのみんな。だから和道やれやれっつってんの。勝てる勝てるって。うん。僕の口座に流してもらったのも、僕の口座に流してもらった。そういう嘘は良くないですよ。うん、誤解招きますよ。うん、振り込み自体が収入になるから、それ全部が収入になるわな。振り込み自体が収入になる。そうそうそう。それが、ホワイトさんの言うところの役所の側の言い分なのよ。だけど、それは、それを俺が認めて、それでいいですよってやると、役所公認の不正受給だよ。こっちの方が問題ない。俺はこれを言ってんの。役所公認で100万円の収入があって、勝手に家賃払って、光熱費払って、従業員に給料払って、俺が勝手に店で客に金ばらまいてたってことだよ。どう思う？これを公務員が認めたっていう方でいいなら、俺大問題だと思うよ、日本。そう思わない？どう思う？それこそ不正受給って言われない？俺はだから不正受給じゃない方で言ってんだよ。どう思う？そういう動きはそうそうそう、まさにその通りなの。だからみんな面白い面白いって言ってんの。やれやれ、和道って。もうだからどんどんリツイートして。これ、1000リツイート行くと、絶対テレビ食いつくから。みんなお願いね、バンバンリツイートして。これ広めようぜ。うん。収入があっても返還したら不正受給じゃないでしょ。収入があっても不正受給じゃないんだけれども、じゃあそれがまかり通るっていう前例ができちゃうから、みんな始めちゃうよ。そしたら。そしたらめちゃくちゃじゃない？めちゃくちゃじゃない？初コメだって、のりたまさんいらっしゃい。便所のイベント頑張ってくれ。頑張ります。鍛えてますよ。はい。頑張ります。テルチャンピンと盛り上げますんで、いい試合します。テルチャンピンよろしく。いい試合しような。盛り上げようぜ。俺テルチャンピン好きだから。そのバーで月いくら稼げてたの？純利益ベースで言うと2万とか。で、後半が10万とかなんですよ。だからほぼギリギリ黒字とかの。だけど、総売上で言ったら170万とかになるね。抜けたのがなんで1月1日なの？それは、決めたのは向こうだから向こうに聞いてもらいたいっていう感じかな。だから、なんていうのかな。決めるのは向こうなんですよ。抜ける日っていうの。で、2月の1日に決定したんだけど、俺は収入申告ずっとしてたわけよ。それがクリアした金額っていうのが1月1日なんじゃないの？うん。それを俺、決めるのは俺じゃないの。私の弁護士と役所が弁護士同士のやり取りでも弁護士書式じゃないと無効ですって言い切ってきて弁護士同士ぶち切れてた。まあ、そういうもんですよ。うん。そういうもんです。うん。難しいところだよね。本当に難しいと思うよ。だから俺役所はぶっちゃけ悪くないと思うもん。俺も役所の人間だったら同じ判断下すもん。うん、はい。タイムシフトに関しては YouTube に全部上げてます。僕は昔からそういうスタイルなんで、ぜひ YouTube チャンネル登録してください。詳細は YouTube 書いてあります。はい。コミュニティのところに書いてあるんで、僕は昔から YouTube にタイムシフトはニコ生時代から全部上げてるんで、TS は残さないです。はい、簡単に言うと広告収入を得てるんで、
ゆかりんさん、オッケー。納得した？お前意外といいやつだな。いやいやいや、とんでもないっす。いいやつでありたいっすね。いいやつでありたいっすよ。本当にいいやつでね。共産党の事務所なんで相談するといいと思う。本当にそうで、共産党に電話しようと思ってます。ただね、正式な書面が来るの後日なんで、そこまではね、温めておこうと思ってますね。この事件を浸透させようと思ってます。100万あるの？ないっすよ。うちも市役所と戦ってるから応援する。ありがとう。なるほど、厄介ですね。厄介でしょ。ゆかりんさん、もしよかったら YouTube チャンネル登録してくれたら、今日のね、一番最初のね、4時間枠とか、多分明日ぐらいに上がってると思うんで、それ見てもらうとね、5000人、5、6000人、見に来てくれて、ブワーってコメント流れてるんで。今、生ポじゃないです。1月の1日で抜けました。それが決定したのが先週の金曜日です。まあそうだね。電気代さんの言う通りだね。だから俺は別に役所の人間を不服だとかそういうことを言ってるわけじゃないです。だから役所の人間ムカつくとかそういうわけじゃないの分かったでしょ？あいつ許せねえよとかくだらないわけじゃなくて、訴えようぜって。おかしいっしょっていう。共産党の、それが一番いいかもしんないよね。今の収入源はふわっちでプロ配信者をやってるのと、まあ、ふわっちでプロ配信者をやらせてもらってます。プロです、配信の僕は。配信で生計を立ててます。あとはですね、バイトをやってます。抜け出す日を遡って請求って嫌ね。こんな感じかな。まあ、難しいしデリケートな問題だと思うよ、正直。厄介だな、この事件っていう。リオンさん、ギリチョコありがとう。ただね、リオンさんね、トランプのサムネ被ってんだよね。PPAP トランプさんとね、リオンさんがね、丸かぶりだよね。リオンさん、ギリチョコたくさんありがとう。サンキュー。頑張ります。こうやって、こういう支援してくれてる方がいて、アイテムをくれたら、僕がそれ収入になるんで。A 型作業所です、ホワイトさん。A 型作業所で働いてます。トランプだらけなんですよ。 PPAP いるかな、今。いたら手挙げて。かぶってんですよ。そうなんですよ。まあね、お互いかぶせようと思ってる。 ほら、かぶってるだろ。これがね、ちょっと厄介なんだよ。サムネがかぶるとね、どっちかわかんなくなるから、どっちか反対とか白黒とかにしてもらえるとありがたいんだけどね。 PPAP トランプさんは昔からトランプ使ってたんで、頑張って返そう。頑張って返そう。いや、ですね、頑張って返そう。ちょっと待って。納得いかないって言ってるものに関して、返さないって言ってるんですよ、僕は。僕は返さないです。角度が違う。ちょっと違うんだよね、今気づいた。映画作業所ですね。今まで生活保護何ヶ月もらってたの？ 4 年間です、佐野さん。なんかたくましいな。ずぶといって言われますね、よく。普通100万円の請求が来たら、減らって自殺するやつもいるのに、お前笑い事にしてるな、つって。お前ほんとハート強いよな、ってよく笑ってます。YouTube も収入ありますね。YouTube も広告、少ないっすよ。ほんと、うん千円とかですけど。どこに納得がいかないのか、詳しく説明してください。もち様、了解です。簡単に言うと、収入ベース、要は所得ベースで僕は申請をしたかったんですよ。簡単に言うと純利益です。ただ売上ベースで所得、売上が所得だって言われちゃったんです。だから大きなズレが出るんです。要は簡単に言うと経費を計上できないという。そういう感じです。もち様。あと新しくブログも始めましたね。ブログはまだアドセンス登録してないんですけど、ブログでの収入も追加されると思います。確かに経理上、計上できない。うまい説明だ。経費を。そう。なんか困っちゃうんだよね。いくらだったら返納できるの？僕は、いくらだったらじゃなくて、純利益の分は正当に返還する義務があると思ってるんで、それは返還するって言ってます。いくらだったらじゃないです。いくらの金額の問題じゃなくて、事業として認めてくれっていうことを言ってるんです。事業として認めてくれと。法律相談か消費者センターに相談してみたら、いやー、どうだろうな。俺はピンで行こうかなとか思ってますね。うちは他のケースワーカーに交通事業を突っ込まれ生活保護になったから、慰謝料の代わりに生活保護っていうのはあったもきた。それはおかしい。それはおかしい。それは絶対おかしい。それはね、バッチバチにやった方がいいよ。慰謝料の代わりに生活保護って言ったケースワーカーがいたとしたら、もうとんでもない違法行為だから。それこそ大裁判だよ。絶対おかしい。
それ黙ったらダメだよ。弁護士ガンガン協力してもらいな。それ役所があれだよ。国の税金を私物化してるんだもん。絶対ダメだよ、それ。絶対おかしい。そうなんだよ。相手が役所だから厳しいんですよ。まあだからやりがいがあると思ってて。要は、ね、役所は悪いわけじゃないじゃん。仕組みが悪いわけじゃん。だから仕組みと戦おうと思ってんだよね。俺だから別に新宿区役所の人間に恨みとかつらみないよ。だから法の不備があるだけだと思ってる。確定申告してるんですよ、それが。厄介なことに。厄介なことにやってるんですよ。ちゃんとやってるから厄介なんですよ。要は敵にあ、あのね、俺の放送をね、見るようにマナキさんになったらわかるけど、揚げ足取れられないぐらいかっちりやってるんですよ。だから厄介なの。笑っちゃうぐらいバカ真面目なんですよ。振り込みさ、純利益で振り込まれたら問題ないけど、単純にもらうために振り込まれたら全部が利益についてなるんじゃない？ですね、さっきも言ったんですけど、お店で生放送で見えてるんですよ。で、コメントで今振り込んだよ、誰々くんに振り込んでねっていうログが残ってるんですよ。要は、振り込み、楽天銀行をやったことある人いるとわかるんですけど、振り込みの時にコメント書けるんですよ。誰々さんにいくら振り込んだからおごってって書いてあるんですよ。で、リアルタイムで生放送でそれをおごってるんですよ。そこまで証拠がっていう、こういうふうに言われてるんですよ。どう思います？ やばいでしょ？役所もかなり強弁してきたなと思いません？それは3年間保留にする案件だよなと思って。でもね、俺役所正しいなと思ったのが、これね、俺が配信者で大手なの分かってるから、影響力あるの分かってるんだよ。新宿区役所も。要は拡散されるの分かってるの、あいつら。ね。なのに、突っ張ってきたんだよ、自分のあの意思を。普通だったらね、普通の役人だったら、これなかったことにしますって絶対引っ提げてるから。要は戦いましょうってやったことを、俺はかっこいいと思ってる。ギリチョコプレゼントありがとうございます。問題ないっすね。ネムさんいらっしゃい。楽天は、そう、自由にいじれるんだよね。遡って請求される仕組みは知って他の？知ってたの？遡って請求され、知ってた。だけど、取り下げてくるんじゃないかなとか思ってたの。要は、俺の言い分飲むと思ってたんだけど、要は、向こうは向こうの言い分で突っ張ったの。こっちはこっちで突っ張ってんの。だったら法的にもうやろうよっていう。そんな感じ。そう、楽天銀行結構便利なんですよ。減額とか、減額はね、間違いなく勝てるって言われた。和道が言ってんの正しいって言われた。その線で行くんだったら、絶対に勝てるって言われたけど、俺が狙ってるのはそこじゃなくて、違憲問題にしようと思ってんの。憲法違反、要は職業選択の自由を侵害されたって大きいところ狙おうとしてて、もっとでかい裁判にしようと思ってんのね。だから最高裁で争うような判例。それだと負けるってみんな言ってるね。自力で頑張った勉強にはなるね。今後に活かせるんじゃない？そうっすね。まあ、どんなことでもそう思いますね、僕は。経験は嘘つかないから、全然戦おうかなと。間違ってると思った部分は戦うべきかなとか思ってる。泣き寝入りはしたくないかな。論点はね、人権侵害じゃなくて、俺は職業選択の自由を侵害されたっていう論点を出してるんだけど、そこは難しいから生存権でいけとか、いろんなアドバイスもらってますね。感覚的なロジックで公的機関は動かない。まあね。で、弁護士立てるの。俺が狙ってるのはゴリゴリの左翼系の弁護士で、その案件面白そうだからうちで請け負うよっていうのを狙ってるので、みんなにこれ拡散してってお願いしてんの。共産党員とか弁護士系、左翼の人たちだったら絶対食いつくから、これ憲法おかしい、生活保護に対するあれだって乗っかってきてくれるのを待ってるの。だからみんなもしよかったらリツイートガンガンかけてほしい。今ツイッターってリツイート何回でもできるようになってるから、これ応援してくれる人はこれガンガンリツイートかけてください。下の URL、 詳細は下の URL に書いてあります。ギリチョコありがとうございます。あざーす。面白いでしょ。要はね、弁護士費用がないんです、僕。そんな金ないっす。生活保護抜けたばっかりなんて。だから自己弁護をするか、誰か乗っかってくれるスポンサーを見つけないとダメなんですよ、弁護士の中で。人権派の人とかが動いてくれるとありがたいと思ってます。そのためにはやっぱ影響力が必要なんで、千里ツイートとかによってメディアとかにバーって取り上げられるのを狙ってるんですよ。うまくやって勝ってほしい。どうだろうね。あやさんいらっしゃい。正直どうなるかはわかんないけどね。
まあでも訴えることに意義はあると思ってる。俺自身は。頑張ります。書面で書いたら、書面で書くよ、もちろん。もちろん、もちろん。書面じゃないと訴えられないからね。改正とかって始まりはこんな感じだよ。そう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 、こんな感じよ。本当に。そう。なんか草の根運動ってやつですよ。簡単に言うと。要は、和道の言ってることに賛同するよとか、和道が言ってること正しいじゃんっていう協力者を、募ってる感じです。生活保護申請した時は精神病かなんかで、僕ホームレスだったんですよ、サナさん。で、まあ、それはね、何回も語ってるんで、YouTube とかに動画ログ残ってるんで見てください。簡単に言うと、3ヶ月ホームレスになっちゃって、死ぬか生きるかで、生活保護を受けました。法テスナスさん、金流れ弁護士つけられるよ。あれね、3回だけ無料とかなんだよね。まだね、保護だったら法テラス無料になるんだけどね、そうなんだよね。負けても、ひろゆきみたいに踏み倒せば、僕は払わないって言ってます。で、もし、裁判所、最高裁判所でも負けたら払います。って言ってます。今までの経緯を正直に書けば少しは分かってくれるかも。あ、正直に書けばっていうか、もう伝えてます。3年間争ってる案件なんで。うん。指示を集めるなら極力簡単で短い文章で適用難しいね。そうなんですよね。うん。まあ、それくらい難しい案件だと思ってるんで、ゆっくりゆっくりやっていこうと思いますね。うん、本当にそうだと思う。でもまあまあ、まあまあ、面白くなるかなとか思ってるんで。うん。まあ、どう転んでも自分にはいい経験になるかなと思って。一人でさ、一人で行政と戦うわけじゃん。たった一人で。うん、少しずつ仲間もできてきたし、応援するよっていう人もいっぱいいるからさ。うん。うん。そう、犯罪を犯してホームレスになって、生活保護になったっていう感じですね。この件、Facebook に投稿拡散しても問題ない。あ、問題ないっすよ。問題ないっす。リツイートしてもらえるとありがたいです。支払い期限はないです。はい。競馬のプロも似たようなもんだし、裁判してました。してましたね。はい。最高裁まで行って負けたら裁判費用結構いくね。行きますね。払えないですね。自分も個人的には生存権25条とか財産権29条かなって思った。その上で利益ベースを主張かなと。俺が納得してないのは結局区役所に言われたのが、これは仕事じゃないって言われたんですよ。そういうことでしょ？経費を計上できないってことは、これ仕事じゃないよって言われたんですよ。でしょ？っていうことは、俺が頑張ってバーで働いてたのは遊びだって言われたの。でしょ？そんなの納得できるわけないでしょ？バーで働いてる人に対して、ね、失礼でしょ。っていうところで怒ってるっていう。あと、ね、もし、ね、生活保護の人に、ね、バーで働いちゃダメですっていう風に言ってるわけだ。これ職業選択の自由を侵害してるんだよ。俺が怒ってんの、そこ。でも生存権で行けとは言われてる。ひろゆきは民事だから踏み倒せたけど、国は差し押さえ強制余裕なので踏み倒せないですね。違うんですよ、マキルさん、それが。これね、生活保護の中でも63条っていうので、生活保護63条だから差し押さえ義務ないんですよ。だからね、面白いの、この裁判。そういうこと、そういうこと。だから、職業選択の自由は22条の第1条だっけ？うん、確定申告してますよ。配信をして収入を得てるところはネックになってるのかな？全然違います。それで抜けたんで。要は、配信をして収入を得て抜けたっていうのは、生活保護認めてます、新宿区は。それで抜けましたっていうのは、もう、降りてるんです。そこで争ってはないです。要は、経費の問題です。向こうもちろん知ってます。全部申請してるんで。そう。だから逆で、ふわっちで収入を得て、プロ配信者の部分は認めてるの。そうじゃなくて、バーの頃のことを言ってるの。役所は裁判で勝っても泣き寝入り。泣き寝入り。いや、裁判でだから負けたら払いますよ、もちろん。自分の、あれなんで。負け分なんで。うん。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前。バッドボタン押してんだよ、もう。